服をしてる君なんて見たくない。笑ってるのかわからないよ。早く外して笑顔を見せてよ。それじゃあのバカどもと一緒だよ。ほとんど全ての国民が鼻と口を隠してる。こんな狂った時代は嫌だよ。だけど二度も怒られたから怖くて、お店に入るときはマスクをするボクサー。負けた気がしてとても悔しいけれど、喧嘩をする勇気も元気もないんだ。いつまで続くのか、こんな気持ち悪い世界。みんな自由であるべきなのに、効果がないのは分かっているのに。したいやつは死ぬまでしてればいいけど、しない僕に構わないでくれ。あんたのそのマスクで防げるんだろう。僕の汚れた呼吸と言葉を、僕は映っても構わない。メガネの曇りや不快感と比べたら、注射もしないよ。もちろん一回も。それでも仲良くできる君がいてよかった。一人だけでもいてくれてよかった。